はい、皆さんこんにちは、村長です。今日は僕が楽曲を作るときに主にユージャムなんかを使って時短のアレンジをしたりするんですけれども、今回はそのやり方自身を解説したいと思います。今日の楽曲の素材は浅井ピアノ教室の先生と一緒にやっている NHK のお母さんと一緒の曲、2022年1月曲、これをアレンジしていく方法をお話ししたいと思います。まずは先生からいただいたピアノの部分を聞いてみてください。はい、こんな感じです。楽曲自身にはいつものように VU メーターを使ってゲインステージングをやっています。そしてメロディートラックを見てわかるように、とっても先生もうまく弾いてくれてるんですけれども、細かくテンポが揺らいだところなんかをこのようにして修正を加えたりしていっています。もちろん伴奏の方のトラックも同じなんですけれども、こうやってまずピアノを整えました。その次は普通はよくドラムなんかを入れていくんですけれども、僕はイメージをつかむために今回はギターを入れてみました。ユージャムのスパークルです。スパークルは上のコードトラックからミディをそのまま移してエリア自身を C4 以上の領域に配置しまして、そしてそっから下の部分はキースイッチを入れて自分がしたいフレーズをチョイスしています。スパークルの画面はこんな感じです。ちょっとスパークルの画面を見ながらキースイッチを眺めていただいて、どんな風にこのキースイッチの部分が変わっていくかちょっと聞いてみてください。はい、こんな感じでキースイッチを変えながらアレンジを加えていきます。そして次はドラムなんですけれども、まずはパーカッション的に音を増やしました。はい、これはユージャムのグローリーというビートメーカーを使ったんですけれども、このビートメーカーにはこのようにベース音も入ってるんですね。ですからこのベース音が少し邪魔になったので、わかりますでしょうか、このようにベースの音が入ってたものを一旦ミュートしました。これを復元しますと、こういう感じなんですね。ちょっとソロで聞いていただくと、ここにベースが入っています。はい。これが邪魔ですので、このようにして Shift M でミュートしています。そして、パーカッション的な部分だけを使っています。ちょっと聞いてみてください。はい、こんな感じですね。これではちょっと寂しい気がしませんか？ここまでのところを鳴らしてみます。
これではちょっとリズム帯が寂しいですので、ドラムは2つ入れてあります。こちらの方のドラムはユージャムのファットというちょっとロックっぽいドラムです。ソロで聞いてみましょう。案外16分などの細かい刻みもあります。はい、これと2つのドラムを合わせると案外いい感じになります。はい、そしてこういうようなフィルも入れてあります。そしてまあサビの部分とかはライドシンバルなどもうまく使ったようなフレーズにしています。はい、ここまでのところを全部合わせてみます。2番の先頭からいきます。はい、そしてあと足りないのはベースですよね。ベースを入れました。このベースはユージャムのローディーというベースです。どんなイメージか聞いていただきましょう。このようにしてあまりバリエーションは変えていません。でも案外しっくりした感じに仕上がっています。ここまでを全部聞いていただきましょう。はい、もうベースは主張しないようにフィルというようなものもほとんど使っていません。まあ、これでももういいかなと思ったんですけど、ちょっと面白みを出すためにシンセサイダーを入れてみました。これはプラグインアライアンスが出しているシンセサイダーです。トロンというシンセサイダーにアルペジエーターを使ってちょっと変わった感じにしています。ソロで聴いてください。はい、少しベースを強化するというような狙いも含めてやっています。案外低音の方を出しています。こんな感じにやっていくわけですけれども、一番手を加えたのはこのエレキギターのフレーズです。じゃあこれで最初から最後まで少し聴いていただきます。
はい。ご視聴ありがとうございました。これから動画を考えていくところです。村長でした。